いやあ、刹那圭介だよ。今回はビア稼ぎやっていきたいと思います。定期生放送。ビア稼ぎ。視聴者さんのコメントから、ビアってビールのビアではっていうコメントがある。なるほど、そういうことか。ビアって言うもんな、ビール。英語で。ビラ稼ぎ。なんかうまいこと言いよったよ、この人。ビラ稼ぎ。まあ、ビラ稼ぎ、ビラマかな。こんかもしれんけんな。そうだ、俺もそういう方法で客呼ぼう。女の子の色気に頼らずにね、そういうビラで稼がなあかんね。よっしゃ、チュートリアルオン推奨でいきます。オープニングデモを見ますか？もちろん。はい。おう、居酒屋って雰囲気じゃないんだ。なんか銅像立てとる。なんかの新境でも近くでやいよんか。新境の集まりみたいになってます。俺そういう怪しいのはやりたくないタイプ。やめて。冒涜になるかもしれないけど、やめてこれ。フローラ。わー、おっきいお店。フローラだって。フローラってもしかして、めんどくさいレジェンドのフローラ。まさかこれめんどくさいレジェンドと世界観共通してるのか、過去編なのか、フローラがもう、騎士隊に入る前の話なのか。いい女や。かわいいよね。14歳ぐらいかな。広いな。ラルフ。へえ。これは聞いてた以上にしっかりした建物だな。お前さ、服のこの、クマさん似合ってないぞ、お前。いくつか知らんけど似合ってないぞ、お前。ねえ、お兄ちゃん、奥の方も見てきていい？お兄ちゃんだった。兄弟か、これ。お前のお兄ちゃんさ、柄にもなくクマちゃんなんかついとるぞ、服に。やめさせた方がいいと思うぞ、俺。大きいお店、なんでオスマークついてんな。うん、いいけど、あんまり遠くに行っちゃダメだよ。はーい。だだ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 。この後、彼女を見た者は一人としていなかったという。あ、本当じゃ、確かに、青鬼とかの初めみたいな感じじゃ。まずは掃除から手をつけた方がいいかな。あー、なんか。若干びっくりした。一瞬ここ頭に本乗せとうかと思ったんじゃないか。帽子やな、ちゃんと帽子やな。びっくりした。すまんな、回収工事を急いで済ませてくれ。掃除は適当になっちまったぜ。なのにうちも人員不足でな。そうなん。あ、アインさん、おはようございます。どうだ、今日からここはお前たち兄弟の店だ。気に入ったか？はい、とてもいい店、老舗で店舗ですね。かな。でもいいんですか、こんなに立派な建物を使わせてもらって。はは、作部を経営して稼いでいくつもりならこれくらい大したことないっす。ゆくゆくはこのままじゃ定前場だと思うくらい客をたっぷり呼んでくれないとな。酒場か。酒場の店主でないよな、その格好。メイドカフェ経営しそうやもん、このフローラちゃんなんか。お兄ちゃん、こっちはおトイレだった。女の子がおトイレとか口に出しちゃいけません。お手洗いと言いなさい。よう、今日も元気そうだな、フローラ。あ、おはようございます、アインさん。あ、もう他人がおるからっていきなり行儀よくせんでいけん。おトイレあったとか言うてもお前の品格だだ下がりやぞ。ああ、この子メインヒロインだと思ったらちょっと俺がっくりだよ。見た目だけだったかもしれない。アインさん、本当に僕たちでよかったんですか？新しく開店する酒場の経営なんて僕たちには重すぎる役だと思うんですが。まあ確かにこれはある種の賭けでもある。会長の俺が身をかけた人材とはいえ、お前たちに店舗を任せるのは不思議で思うかもしれん。不安になる気持ちもわからないでもない。だから俺は今回の人生は適任だったと思ってるぜ。お前らには酒場経営素質は十分育っている。経営のノウハウは後から身につけていけばいい。人材の人選は適任かもしれんけどさ、その人選した相手のさ、センスは合ってないよ。クマちゃんはない。クマちゃんは。アインさん、位置に関しても事前調査を重ねて吟味してやる。この商業都市ゴルドは経済的に豊かで、新店舗を開くにはもってこいの場所だ。まずはこの店舗を経営して、そうだな、資金を10万人ほど稼いでみな。その頃には不安も晴れるだろう。
もやしくこの閲覧者4人の中にザキンスのファンがいるならこの G はシェルじゃないからな。どうだラルフ、フローラやってみる気になったか。わかりました、やってみます。頑張ろうねお兄ちゃん。うん、一緒に頑張ろうなフローラ。なんかすごいノノノノ王子とフローラの関係みたいな、ほんとめんどくさいレジェンドみたいな感じになってきてしまった。ここは酒場フォルモーンと、若い兄弟が二人で切り盛りする小さな酒場です。やめろやめろ、俺が取ってしまったら、若い兄弟が二人で切り盛りするとか言ったらなんかいやらしい方向に持っていく人おるかん。俺は持っていかんけど、この酒場を導きたくさんのお金を稼ぎましょう。お酒や食べ物などの商品を発注し、納品された商品をお客さんに提供する。基本的にはこれらの酒を繰り返して収入を得ることができます。しかし現在フォルモーントには少量の在庫しか残っていません。ダメじゃん。まずは在庫管理メニューから商品を確認し発注を行いましょう。最初は各商品を10個ずつ発注すれば大丈夫です。発注されて胸くさい剣飛ばす確認。発注発注チュチュチュ発注チュチュ発注、どこかやねん。あ、これか。在庫確認発注。10個って言ったな。俺ひねくれ統計20個やったろ。ひねくれ統計20個やるわ。ひねくれ統計俺20個注文してるわ。各商品20個いってるわ。ひねくれ統計な。よしよし、本当に酒場や。これウイスキーとかワインとかおつまみのナッツにソーセージやチーズ。俺チーズ好きなんよな。最近先にハマっとうけん、こういうみたいな飲まずにはいられん。どうしようかな、どうしようかな。酒あるんよな俺の冷蔵庫の中に。ひねくれ刀剣な。俺ひねくれ刀剣酒飲みながらこのゲームやってもいいかもしれん。ひねくれ方よ。在庫確認したな。こんなもんでいいんかな。店舗状況見てみよう。ラルフとフローラレベル1体力とか書いてある。ラルフお前妹さんと全く同じステータスやぞ。体力とか待って、頑張れラルフお前。妹と同じ体力って女の子と同じ体力ぞお前。もうちょい運動頑張れよ。頑張れ、将来に期待するぞ。アイテム何もなし、設備何もなし、何もないんかい。ショッコ、ああこれはいいや。準備完了。初日の準備はこれくらいにしてそろそろ休もうかな。よっしゃ、このお店を頑張って繁盛させるぞ。当面の目標は10万ゴールド。10万 G とか言うたら10万匹ゴキブリがおるみたいでさ、もうこれ以上やっていけへんような店になるね。頑張ろうねお兄ちゃん。お前はそれしか言ったことないか。お前さっきもそれ言ったよな。お前はそれしか言えないのか。納品して支払いして資金が減る、半分になったかな。あー資金40ゴールドやった。買いすぎた感がすごい。買いすぎたんちゃうこれ俺。ちょっとひねくれすぎて買いすぎたんじゃないか。ひねくれ買いすぎたやな。ひねくれすぎ買いすぎ、もうやもうラルフさんがもしやなことが発覚。みんながそう思っとうだけやけん、ラルフはいいやつやけんな。フローラがすごいんか、ラルフがあれなのか。多分ラルフの運動不足。ラルフはオタクやけんな。多分夜にはさ、DVD、アニメの DVD めっちゃ見よるけんな。そういうことだろ。運動しようだ。さて、どうすればいい？俺何すればいいんや。あれ？前回の準備のところに戻ってきたけど。在庫25。どうすればいいの？設備しよう。なんもなし。設備がありません、隊長。準備完了。あ、これでこれ、回転前か。回転前のとこなんやな、これ。似たような画面かなと思ったの。回転！お逆書き。俺何もせんでいいんかいな。俺何もせんでいいんか。俺何もせんでよかったん、これ。本当にシミュレーションゲームやってしまったんじゃ。なるほど。ひねくれてるな、このゲームも。ゴールドビール4。アイレウイスキー1。もうお前や、とりあえずこんだけ売れて、こんだけの売り上げありました。来たのは、商人に、兵士1、農夫1。農夫さん飲みに来た。
一人で飲み聞きてるやん、農夫さん。奥さん連れてこいよ。一人で飲むとか寂しいな。来客数4。まあ開店当初やけんな。チーン。体力に経験値4プラス、こんな感じなんやな。人気とか防犯7とかある。えげつないな。ステータスに防犯とかあんの。多分フローラちゃん目当てでセクハラしに来る男がおるんだろうな。ラフル助けてあげよ。その体力で大丈夫か。なんこれ。定休日を除き1日の流れは準備パートと営業パートの繰り返しです。今の感じが発注を行ってくださいで、いろいろな抑制力を表、抑制力を表し、態度の悪い客に対する抑制力を表し、お店と雰囲気を守ります。すごい、すごいな、そんなあるの。やばいな、ラルフ頑張ってな。明日金属バット買ってこようかな。ここは酒場、そしたらきっといろんな兵士とかを雇えるんだな。あ、兵士を、あ、抑制のために犯罪抑制のために兵士雇うってすごいな。それ大国人、あ、買いすぎた感がすごいな。どう考えてもこれ買いすぎたな。あー、これ缶だけ買うんじゃなかった、ひねくれるんじゃなかった。設備しよう、ありませんね。はい、残念でした。ないよな、ないだろ。ラルフさんは果たしてお店を守れるんでしょうか。お店を守る前に女の子、妹を守らなあかんのじゃないかって思ってくるけど、行くぜ。準備完了。2日目。ダダダダンダン、お客一人増えてる、一人だけ増えてるやん。農夫と兵士やって、この兵士雇ってさ、その抑止力高めようかな、頑張ろうかな。ゴールドビール結構売れよう気がする。前の日やってなんか4つでさ一番売れとう気がするな。ゴールドビームルを一番売っていくパターンの、仕入れていくパターンにしておいた方がいいと、いいと見たな。水曜日やけんな、平日やけんな、5人ぐらいしか来てない。逆にこの5人いけるん、5人平日でこんなところ来てもって話になります。体力減って経験値、この経験値増えたらどうにかなるん。人気ちょっと増えたな、人気だけちょっと増えたね。今基本的にフローラちゃんに人気やけんな。ラルフお前の人気じゃないぞ、勘違いするな。フローラちゃんの方が自分で自分の身を守れそうな気が、兄と同じステータスやけんな。もしかしたらフローラちゃん同年代の女の子のだけじゃ戦闘力高いかもしれない。冒険に出て勇者として戦えそうなレベル。買いすぎだな。どう考えても買いすぎた気がする。ウイスキーじゃないわ、ビールがさちょっと減りが早いけんさ、ここを補充する程度でいける。行くぜ。もうこれはさ、上から俺が神としてさ、この二人の営業成績を眺めておくっていう、そういうゲームらしい。行け、行くぜ。あ、でももうちょい他のも見とこう。会話シーン、あ、これはイベントのやつだけ、ね、いいや、行くぜ。回転。増えた、二人増えた、二人増えたぞ。やはりゴールドビールが多く売れております。ゴールドビールの稼ぎ時。体力変容、変容けどいちいち回復しようけん、まあいいんか。体力とは何だったのか、めちゃくちゃお前ら元気やな、まだ。もうちょい忙しいもんかと思っていたが、なんこれ。ビア稼ぎの世界では月火水木金土日の 7日間を1週間とし、4週間、括弧28日で1ヶ月としております。週の初め月曜日なので注意、28日で一定なんやな。酒場ホルモーンとの定休日は、毎週月曜日とお伝えしましたが、この地方では一般的に土日を休日としている人が多いです。現実と一緒やな。酒場の来客数もそういった人々の暮らしの影響が堅実かな、わからんけど現れます。仕事が忙しく平日に飲みお酒を飲みづらい人たちも、週末になればお酒を飲もうと酒場に足を運ぶことでしょう。金曜とかそのあたりか。まあいいや。1.5 倍も集客数が見込める、了解しました。で BGM 変わったらそのあたりは来るぞ来るぞ頑張れってことか。
ゴールドビーム、ゴールドビームってなんだ、ビームってウルトラビームみたいに言うな。ちょっと発注しとこう、補充しといた方がいいような気がしてきた。そんくらい、いくぞ回転、今日は来るぞ。あれ、あ、ちょっとここの2人だけだったな。なんか毎回ここにおる2人だけなんやけど、この絵柄的には。あ、それでも増えとんな人数が。ここの貴族とか騎士とかいつ来るんだろうな。6412やって、そんなに増えてないよ。贅沢言うたらそんなに増えてないよ。欠品数1になった。ゴールドビームもうちょい欲しいんかな。よし、今ちょっとなんか下がってなかった、ちょっとスルーしてしまったけど、なんかステータス下がってなかった、なんかが7から6になかったような気がする。人気が高まり来客数が増えると、それだけ収入増加が見込めます。しかし大量の客に対応するには相当の準備が必要です。来客数が増えるとお店がバン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 、要するにお店が来たくなりやすかったり、防犯の評価が下がったりする、飲食の評価も下がるようになり、結果的に来客を維持するのが難しくなる。万全でないならお客を集めることに発揮する必要はありません。従業員のレベルがあり、体力が増えれば大量の客にも対応できるようになります。体力維持のために移住設備を改装したりする。なるほどな。どうやるんですか。飲食の満足下がってます。前7でした、ままで7でしたんですけど、どうやるんですか、快適どうやるんですか。探していこう、システム、ゲームシステムだった。定休日で収集と買い物とかできる、在庫増やさな、廃棄とかあるんやこれ。廃棄とかあった、発注記憶、おすすめ品、おすすめ品ってなんだろう、まあいいや、発注ちょっと若干多めに仕入れてと、他はもう仕入れる必要、靴をちょっとだけ仕入れとこう、数がちょっとだけ少ない気がするけんな。よし、これでいこう。フローラちゃんは今日も可愛いな。よし、準備完了、開きます。土曜日だから来ると思うな。しかし絵柄的には来てないな。欠品数1ってなんなん、この欠品数1って。思ったよ、前の日から。ビラ化石ってなんだ。ようわからんことを視聴者さんが言っている。土曜やけんさすがに10人も来るか。チーン。なんなんこの音、チーンって音は。ゴールドビールめっちゃ売れてるやん。14杯ゴールドビールしか売れてないんや、逆に。何これ。日曜日の営業が終われば1週間の業務は終了です。営業パートの最後に管理維持生産、生産って何なの、生産だよ。店舗的な毎週固定で1000ゴールドとか、生活費、従業員の生活費、上記2点について支払いが行われます。ああ、なんか維持費、従業員の維持費とかあるんやな。維持費って言うたら車みたいな感じになってしまってるけどさ、その日の来客数や販売数、収入を支出が一気に掲示されるので、今後の営業、はあ、なるほど、どんな感じで売れ行きがあったかとか、赤字黒字とか、そういうの見れるんじゃ。なるほど、一流オーナーの座はすぐそこです。そうですか、明日にでもなれますか、頑張ります。配給する必要あるんだろうか。どんどん増やそう、どんどん増やそう、もうあんまり考えなしにどんどん増やそう。よっしゃ、いくぜ。設備使用したいけどダメなんだよね。オッケー、回転。あ、ちょっとだけ人数す減ったな。明日月曜やけんか、明日平日やけんか、そりゃ明日平日なのに飲んどったらあかんな。車運転するような仕事だったらなおさらあかんな。視界背景がわからんけど、車とか走んようになろうか。チーン。レンジの音、チーンですね。やった、飲食と満足のレベル上がったよ。
戻る戻った7になったよ。やった。おっ、1週間の業務が終了しました。やったね。在庫数69、商品管理費で店舗の管理費、支出合計は1690ゴールド。さて資金は10万、増えたんじゃかな。あ、元より856、1万からスタートしたような気がするけど856になったんかな、6増えたんかな。あれあれあれあ、これ控える前の数字だったね、さっきの。あれ、これ赤字か、赤字なのか。収支、あ、プラスや、一応プラスってことだか。これはプラスってことで考えていいな。これ4166の黒字ってことやな。やった、黒字だった。危な、赤字で終わったらダメだなって思いました。あ、ちょっと今の飛ばしすぎじゃないですか。今の読ませてくれないんすか。とりあえず月曜日になったんで外出ができるようになりました。行こうぜ、気晴らしに行くぜ。妹さん置いていっただろ、絶対今妹さん残っとったぞ。お前の姿消えたけど妹さん残っとったぞ。お前妹を連れて行けよ。雑貨屋、よう君たちか。あ、ちゃんと来とったわ、よかった。妹さんフローラ置いていったんかと思ったね。いらっしゃいませ、ゆっくり選んでってね。何を買えるんだろうこれ。話を聞こう。客商売は体が資本だよ。体が資本とか言っちゃダメだよ、ちょっといやらしい意味に取れるじゃないか。お店が忙しい時は使いすぎないように気をつけた方がいい。疲れると能力が発揮しきれなくなるからね。なるほど。そんな時は助かるのがこの栄養ドリンクさ。何本か買い置きがあるといざっていう時助かるよ。まあいいベッドで薬で翌日に疲れを持ち越さないのが一番だがね。なるほど。あ、こういう回復アイテムウイヨンじゃ。卵、え、もしかしてこれ買ったらレシピ増える、売れるもん増える、これ。まさかこれ売ってさ、これを買ってさ、そのまま売るわけじゃないだろ。キャベツ5玉いただこう。なんとなく5玉をいただこう。何に使うかはまだなかわからんけど、5玉買っとこう。噂を聞いとこう。だらしない兵士、だらしない。今日からまた週が始まるのか。へえ、実は勤務があるから酒を飲みに行く余裕もなくて嫌になるな。あ、つまり兵士は週末にしか来ないよみたいな感じやな。週末になれば好きなだけ飲みに行くけど、週末は週末で僕みたいな人がたくさんいるから酒場が混雑するんだよね。そんなにしないよ、俺のところそんなにしないよ。まあ酒場にとっては週末はいい稼ぎ時だろうね。羨ましいな、まったく。くそ、酒場の前に言いやがって。俺酒場やぞ、酒場の前に堂々と言いやがって。北に行こう。酒場モルモーンとのものか。日々の経済活動誠にご苦労でありがとう。ありがとうございます。特に用件がないのであればこれで失礼する。我々も忙しい日なのでサインください。誰か知らんけどサインください。あら、いらっしゃい、事務所の受付嬢。何これ。あ、なんか、あ、事務所って銀行的なところか。お前らに預けとる金はない、特別発注でない。あー、発注できる、できちゃうじゃないの。できちゃう、やめとこう。まだそんなにお客来てないからいいような気がする。このゲームはビア稼ぎって言います。ビア稼ぎ。話を聞こう。お店を改装したいときはいつでも言ってね。お金さえ出してくれればうちの男たちがすぐに作業に取り掛かってくれるわよ。うちの男たちはっていう言い方したらこの人めちゃくちゃ何パタかけとんなって話になっとる。ちなみにアイン様はご多忙で今日も近隣地域の取引先に足を運んでいるそうよ。はあ、早くアイン様に会いたいわ。本命アイン様だな、本命アイン様だな。愛人めちゃくちゃ作っておきながら本命アイン様だな、お前は。中央に戻って南に戻って心をやところ、おいおい、ここはガキの遊び場じゃねえぞ。かくれんぼなら向こうで、ああ、中央通りの酒場、ああ、新しくできた酒場の連中か。ここは傭兵管轄所だ。こんなところにいたらダメだよ、二人ともこんなところにいたらダメだよ。こういうむさいところに行ったら品が下がるよ。シルバー金融、マイドシルバー金融にご用でっか、ご用でっかってな。どこの
どこの地方の人やねお前は。金貸しのダンマめちゃくちゃ うさんくさい。めちゃくちゃうさんくさいぞ。なんや、知らん顔でんな。中央通りの酒場の、そうでっかそうでっか、わし金貸ししとるダンマーいうもんですわ。ダンマー、ごあいにくいただいたところ申し訳ありまへんが、あいにくうちは特別信用できる相手にだけ金を貸し取りましてな。今のおたくらは金を貸すのはちょっと早いと思うんですわ。わあ、うさんくさいやつにうさんくさい扱いされたわ。くそ、こいつの話を聞くんじゃなくて噂を聞こう。いい酒場の条件？そんなの簡単よ。注文した先や食べ物が必ず出てくる店あったらぜひ行ってみたいわね。逆にないところばっかだ。ないところばっかみたいな話してるやんこの人。よっしゃ、こんなことをしていたらこの枠が全部終わっちまった。めちゃくちゃ 不完全燃焼で終わってしまうけどね。はい、というわけで今回のこのゲームの実況終わり。この実況多分単発になるけど、続きやってほしいって方は YouTube の方にコメントしてね。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。週明け。この動画ではこのゲームの序盤の方までしかゲームを進めることができませんでした。このゲームの続きが気になるという方は自分でダウンロードしてやってみてください。この動画の説明文にこのゲームをダウンロードできるページの URL を貼っております。ぜひそっちでダウンロードしてみてください。